皆さんこんにちは、ハムパンです。ということで今回はですね、フォートナイトやっていくわけなんですけれども、前回ね、デッドプールのねハンドキャノンお芝居したと思うんですが、今回はねそちらのスカイ版になります。ということでね、知らない方のためにルールを説明いたしますと、ボートとヘリコプターありなんですが、攻撃、まあそのね、移動手段での攻撃はなしと。で、資材は自由なんですが、武器はね、ボスを倒してその武器を手に入れた瞬間から、その武器だけっていう感じになります。それではね早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、それではね早速やっていきましょう。ということでね、今回ね、縛りをしていくねにあたって、こちらにねボスがいます。ザーシャクっていう場所になります。で、ここはね昔はまあ普通ではないか、今はね、ここは、なんだっけ、なんて言ったらいいのかな、刑務所風？刑務所っぽい感じになってます。はい。それではね、早速行ってみたいと思います。ここにおります。ここは悪くないんじゃないかなと思います。で、ここのね、いいとこっていうと、今この青だるがあるということで、回復がね、できるっていう、そういう場所になっております。最大でもね、50くらいはね、回復するっていう感じになってます。どうしようかな。1点、体力的に多分有利だから。あれ、いない。うわ、やべ、いったー、そこか、見えてたんか。シールド持ちだからな。ポンプ持ち、それは無理だわ。あいあい、痛すぎる。はい、エム悪い。あ、死んだね、死んだね、死んだね。おい、うわぁ、うわぁ、待って、嘘。死ぬんかい、はい、死ぬんかい。早い、早いね、もう。あ、こんなん勝てるわけないやん。はい、おい、おー、もう、どうどう、ちょっと降りたね。落としてた、オッケー、うますぎる。おっと、落としてくるんじゃね。鉄で行こう。いてれれ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 、やめて。待って、建築が。これ意外と下が甘いからさ、どうしよっかな。意外とスカイのアサルトって狙えば当たるんだよ。多分ヘビ砂持ってるよね。まだ広いけど、つなげておこう。ジャンパーで上さえ取ってこなければ、端の方は木材とか石材でいいだろう。落としてくる気配ないけどさ、プロッパー持ってんかな。
それ落としてくるとは思ってたけど、どうかな、そんな簡単に落とせる。あ、地道に落としてきていくか。根元だよね、きっと。いった、やべえ、待って、しまったしまった。これ落としてきちゃうよね、普通に考えて。待って、登れないんだけど。あ、はい、落とされましたね。はい、どうやって勝てって言うねん。痛い、ここ食べて。いや、バンテージ、これはいける。やったー、レッツゴー、やったー、やったよー、やったよー、やったよー、あー、やったー、あー、やったー。どうだろう、多分このアサルトでは2キルくらいしかこの試合してないけど、いや、とりあえずね、ビクロができました。で、キル集はまあ今回はね、一応2キルしたんで、まあいいかなと思います。やったー、結局ね、もう体力勝負でしたけど、勝ててよかったです。今回の動画はね、以上になります。もしよければね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではね、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。